子育てで一番大変なのが赤ちゃんの夜泣きだという人は多いのではないでしょうか。夜泣きとは、乳幼児が夜中に泣き出し寝らないでぐずり続ける。期間は生後4ヶ月から1歳半くらいまでの間、産後うつ、出産直後から3ヶ月の間に現れやすいうつ症状で精神的にも不安定な状態。出産を経験した女性の半数が経験しているほど身近で十分な睡眠で軽減できますが、赤ちゃんの夜泣きにより十分な睡眠を取れることができず、悪化し、育児放棄などのネグレクトを引き起こす原因になります。男性は理解しましょう。生後1ヶ月から3ヶ月まで限定ですが、赤ちゃんが発する言葉で何が問題が分かることができます。原因がすぐに分かれば対処も簡単です。原因と対処法。空腹、満腹になれば焼き止むため母乳やミルクを与える。おむつが濡れている。おむつの交換。部屋が暑すぎる、寒すぎる。室内温度を変える。お腹に空気が溜まる。ガスを出させる。ゲップを出させる。自転車漕ぎをして両足をお腹につける。背中を優しく叩いてゲップさせる。睡眠のリズムがつかめず体内時計が狂ってしまう。よく遊ばせる。決まった時間にお昼寝。寝させすぎない。寝すぎてしまうと夜眠れないです。病気。それまで夜泣きをしなかった赤ん坊で、ある夜急に夜泣きが始まった場合、突発性発疹症の疑いがあります。突発性発疹症とは、乳幼児期の赤ちゃんの代表的な病気で、発熱と発疹を伴うウイルス性の感染症です。急に40度近い高熱を出し、熱が下がるとともに全身に発疹が出現します。生後4ヶ月頃からかかる可能性があり、90% は1歳未満でかかります。必ず赤ちゃんの体温を確認してください。ある日突然泣き出し、間欠的に泣く場合、腸重積の疑いがあり、いちごゼリーのような血便や嘔吐などの症状が出ている場合、緊急に受診すべきです。柱状石とは、小腸の終わりの部分にある回腸が大腸の内部へ入り込んでしまうことで起こる症状。2歳くらいまでの子供まで。虫歯、食べたり飲んだりした後の歯磨きをしっかりしましょう。便秘、うんちをあまりしない場合、うんちが固くお尻から出せない場合があるので水分を多く取らせる。赤ちゃんがお母さんのお腹にいる状況を作る。アメリカサンフランシスコのドクターロバート・ハミルトさんが簡単に赤ちゃんが泣くのを止める方法を教えています。腕をクロスにさせ、前の方に少し傾けた状態でお尻を支え、揺らしたり回したりする。三、二、一，开始。Okay.
動バウンサーや運動スイング、アメリカのママルートという製品、3万6000円くらいですね。中古だと1万5000円くらいです。カムベイビー。キャスター付きの電動スイングは5万円するものも。おくるみ、Amazon、楽天などで検索してみてください。ホワイトノイズ、赤ちゃんが体内で聞く音を流す。ドライヤーや砂嵐の音が近いです。私のチャンネルに10時間のホワイトノイズがありますので試してください。リンクを詳細に載っています。20万再生されており、以下のコメントがあります。6ヶ月過ぎる娘がすぐ泣き止んで寝てくれました。2回とも2分かからず即寝、生後1ヶ月、5分ぐらいで寝てくれた、生後2ヶ月半、これ流しっぱなしで20分弱で寝た。3ヶ月息子が7分半かかったけど寝てくれた。いろんな体内音を試しましたが、これが一番効果。一瞬だった。全く効果なし、泣き止んだと思ったらまた泣くの繰り返し。これは効果がなかったようですね。おしゃぶり、長時間にわたって使用していると噛み合わせが悪くなる。2歳頃までには使用を中止する。応用編、おしゃぶり、おくるみ、少し横に浮かせる。口でシューという音を耳元で聞かせる。催眠術をかける。赤ちゃんの目の上で上から手をなぞるように。マッサージ、足の裏のツバを優しくなぞる。時に人形など抱っこできるようなものを与える。メリーなどをベッドに置く。ファーバーメソッド、クライアートメソッドと言われるものです。最後に、以下の方法はアメリカで広く行われています。日本では難しいのかもしれませんが、泣くと親が来てくれるという習慣をなくさせる。
パートナーと相談して協力して行ってください。病気などの症状が出ていないことを確認してください。体温やうんちの色などを確認。生後6ヶ月後では安心とされ、生後3週間で始められる方もいるそうです。最初は赤ちゃんが泣いても10分間待ってあやす。泣いていても我慢してください。次の週からは20分待ってからあやす。それからどんどん時間を増やしていきます。3週間でだいたい泣き止むそうです。ご視聴ありがとうございました。皆さんはどれが一番効果がありましたか？コメント欄に残していただくとありがたいです。詳細にまとめたリンクがありますのでよろしくお願いいたします。